おはようございます。出席議員半数以上であります。これより議事日程第4号により本日の会議を開きます。日程1、議第3号議案、ロシアによるウクライナ侵略に対し厳重に抗議する決議についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。6番中里康則議員。ただいま議題となりました議第3号議案、ロシアによるウクライナ侵略に対し厳重に抗議する決議について提案理由を申し上げます。案文につきましてはお手元に配布しておりますのでそちらをご覧ください。ロシアによるウクライナへの侵略は国際社会の秩序を失わせ世界の平和と安全を著しく脅かす明らかに国連憲章に違反した暴挙であります。プーチン大統領はウクライナへの軍事侵攻に際した演説において核兵器の使用を示唆する発言をしました。核の威力を背景に威嚇し武力によりウクライナを侵略しようとするロシアの行為は核不拡散条約 NPT に基づき各国が50年以上核軍縮に取り組んできた NPT 体制を無力化してしまいかねないものであり断じて容認できるものではありません。私たち長崎市民は人類が二度と同じ過ちを繰り返さないよう長崎を最後の被爆地にと訴え続けてきました。決してウクライナに長崎広島と同じ悲劇を起こしてはならず、そして地球上に第三の戦争被爆地を生むことがあってはなりません。ここに被爆地長崎の市議会として核の威力を背景としたウクライナへの侵略に強く抗議するとともに、ロシア軍が即時にかつ無条件で撤退するよう、国際法に基づく対応を強く求めるものであります。また、政府においては、唯一の戦争被爆国として、核兵器による惨禍を再び繰り返さないよう積極的に国際社会と連携しつつ毅然たる態度でロシアに対する万全の措置を尽くしていただくことを求めるものであります。よろしくご審議の上ご賛同賜りますようお願い申し上げます。これより質疑討論を行います。質疑討論を終結しただいま議題となっております議第3号議案について採決いたします。本案を可決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって議第3号議案は全会一致をもって可決されました。なお、ただいま可決されました決議につきましては、議長において関係機関などに対し送付したいと思いますので、ご了承をお願いをいたします。この際、お諮りいたします。
本日議決されました事件についてその事項、数字その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第41条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よってこれらの整理を要するものにつきましては議長に委任することに決定いたしました。以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は3月11日午前10時から開きます。本日はこれをもって散会いたします。引き続き各常任委員会の開催をお願いをいたします。